おはようございます。もう12月ですね。我が家では夏に植えたトマトがようやく収穫の時期を迎えるという季節感イカレイベント発生。それにしても家庭菜園で収穫したトマトを食べるなんて、なんかちょっと丁寧な暮らしを感じますなんつって。改めましておはようございます。磁気ネックレスと湿布を首にまといし肩こりおばさんことマルコメオミヤです。今日も冷蔵庫にいないいないババアなんつって、なんか思いがけず丁寧な朝迎えちゃったので、今日はこのまま丁寧な朝食でも作ってやりますか。今朝トマトを収穫してみて感じたんですが、あの何とも言えない素朴な喜び、ありゃいいですわ。日常に差し込んだちょっとしたスパイスは手軽に心を豊かにしてくれますね。おかげでこんなテクニカルな卵割りも真顔で見守れるくらいには心にゆとりが生まれました。調子に乗って普段の5割増し頑張って朝食作ってるけど、普通にめんどくさいな。これこんな朝にやるもんじゃない。あかん、心のゆとりとか言ってた割に文句しか出てこん。本日の主役のトマトですが、もう切った感覚でわかる、こりゃすっぺえやつや。美味しいコーヒーを手に入れたので、喫茶店のマスターもドン引きのイキリドリップかましたところで本日の朝食の完成です。めちゃめちゃ頑張った割になんかあかん抜けないんだよな。いただきます。どう、丁寧な朝は。ええ飲みやすい。これトマトはやっぱり青臭くて硬くて酸っぱかったです。どう、トマトの味は。デザートにする。そう言って後回しにして外残すかと思いきや、その後まさかの完食。自分で育てたトマト相当嬉しかったようです。お腹いっぱいで台所戻ってきたら、洗い物たちが容赦なく待ち構えているこの惨状、思わず目を覆いたくなります。張り切りクッキングの代償はでかい。やっぱり私は食パンにハム挟んで食べるくらいがちょうどいいです。頼まれてもいないのに勝手に張り切って勝手に疲れてしまった朝、慣れないことはするもんじゃないですね。家の中なのに片手だけ手袋落ちてるの、我ながら意味がわからん。隙間におもちゃ入れるのやめてくれ。すぐぶっ壊れるのやめてくれ。住宅ローンのご案内やめてくれ。過剰放送やめてくれ。ストレスというほどではないけど、生活してりゃそれなりに小さな疲労やイライラがたまるものです。シーツに開いた穴を脱ぎ捨てられた旦那の服でそっと蓋をし、見なかったことにする昼下がり。こんな冴えない日常ですらそれなりに疲れるんですから、毎日ちゃんとしている人たちはもう本当にすごいと思う。ブラボーだよ。そうこうしているうちにもう午後です。おとんと散歩に行っていた息子が花を買ってきてくれたので、優雅に花でもめでながら至福のおやつタイムといたします。家事している間ずっと欲しいと思ってたんですよね、自分へのご褒美を。おやつですよ。ケーキ。冬自宅かなんだか知らんけど、最近体が食料を求めておやつを無駄食いしてしまうので、たまにはこうやって落ち着いて量より質の美味しいおやつをしっかり味わって食べることにします。おいしいわ。おいしいでしょ。まるで自分で作ったかのように言ってますが、まさかなわけはありません。むしろお店に買いにすら行ってません。ポストに届いたものを食べているんです。なんやそれって思うかもしれないけど、なんかちょっと面白そうじゃないですか。この中にお菓子が8個入ってて、で、今回ちょっと試してみようかなと思って。すごい美味しかった。うん。すごいいいもん食べてる感あるでしょ。なんか贅沢した感じだね。うん、で
ゃあちょっとこれの紹介をさせていただきますんで、あの聞いてください。じゃじゃーん。ということで、こちらスナックミーというおやつの定期便サービスです。開けた瞬間からもうテンションが上がるパッケージ。毎回好みに合ったものをチョイスして送ってくれて、手軽にいろんなおやつを体験できるワクワクのサービスです。100種類以上あるおやつの中から、今回は私好みにセレクトした特別なボックスを作ってもらいました。これからその選ばれしおやつたちを一つずつ紹介していこうと思います。まず最初はこちら、香りを楽しむカシスのメレンゲ。こういうおしゃんな食べ物に疎いので、どんな味がするのか想像つかないですが、非常にワクワクします。ちなみに箱さえも全力で癒しに来てくれます。口に入れた瞬間に感じる濃厚なカシスの香りと、舌の上でクシュッととろける楽しい食感が癖になります。こんなに美味しくて見た目も華やかで、さぞゴリゴリに添加物を使ってると思うかもしれませんが、スナックミーのおやつは安心安全にもこだわっています。着色料、香料、酸味料など無添加で作ってあって、香りを楽しむことができるメレンゲのお菓子です。この香りと食感のタッグは、果てしなく家事のやる気が出ない時などの気持ちの切り替えにもってこいです。よどんだ気持ちを吹き飛ばすほどの爽やかさは、まさにやる気の起爆剤。爽やかに気持ちが切り替えられれば、皿洗いも前向きに頑張れるかもしれません。お次はこちら、なんだこれ、パイナップル、ピンポンピンポン。今回の紹介するお菓子の中で息子が一番ハマったのがこれです。最高峰の甘みと香りを誇る品種で作られた濃厚な旨味がぎっしり詰まったドライパイナポー。息子はこれを小さくちぎって大事にちまちま食べていました。食べた瞬間、口の中に夏を訪れる、そんなトロピカル気分が楽しめます。口の中に一気に夏が来ますね。食べていい？ちぎったパインをヨーグルトに一晩浸すと、水分を吸ってふっくら柔らかくなり、また違った美味しさが体験できます。あ、これ甘い香り、エレガンスだね、うん、ありがとう、うん、4歳児の心もときめかせるこの抜群の癒しのクッキーは、家事で疲れた時とかにバッチバチに自分をいたわってくれそうな、そんな包容力を感じます。ベルガモットという柑橘系の精油を使用した紅茶と、それを包み込む優しいミルクの風味が、上品ながらも親しみやすいホッとする味です。外側にくっついているザラザラの砂糖、これ大好きなんだよな。他にも一見シンプルに見えるカステラも、生地の気泡を整える作業を人の手で行ったり、卵や黒糖などの原材料にこだわったりと、美味しさを追求するためにかなり丁寧に作られています。塩気の効いたお米系スナックもクオリティ高く作られています。コクのあるゴーダチーズと岩塩の絶妙な塩気が後引くうまさ。米菓なんだけど、大人はこれをお供にワイン飲みたくなるような、しっかり作り込まれた満足感のある味です。表面はサクサク香ばしく、中はふんわり軽い食感がやみつきになります。スナックミーの商品は一つ一つ個包装になっているので、お出かけ先に手軽に持っていけるのもおかん嬉しいポイント。ありがとう。この表面の粉がうまいんだよな。和菓子もありますぜ。金つばを自分で買って食べるのにハードルの高さを感じていましたが、すっきりとした上品な甘さのさつまいものあんが、とても親しみやすく、食べてみてよかったと思える一品です。今日のおやつに食べていたこちらのカップケーキ、バターと栗の濃厚な風味のケーキに、これまた栗のペーストが練り込まれたクッキー生地が乗っかっているマロンあふれるおやつです。トーストして食べるとクッキー生地の部分がサクッとするので、ぜひお試しいただきたいです。最後の紹介になりましたが、これは家族みんなが大絶賛したブールドネージュ。もはや見た目が美味しさを物語っている。皮付きのアーモンドプードルや本物のバニラから抽出された香料を使った、素材本来の味をしっかり感じられる一品です。
生活感丸出しの映えない空間にいることを忘れさせ、優雅な気分に浸らせてくれる、そんなスナックミーのサービス。ここからちょっと本音タイムなので、この動画の視聴者の中にスナックミーさんがいたら耳と目と口を塞いでほしいんですが、実は私は以前からこのサービスの存在は知っていたんですが、興味はあるけど手の出しにくさも感じていました。きっと同じように感じている人もいるんじゃないかなって勝手に思ってます。でも一度試してみたらこのサービスにすごく満足できたので、今回手が出しにくいなって思うハードルの部分をちょっと下げられるような、投げやり主婦マルコメオミヤの日常のコラボお試しセットができました。コラボセットの内容としましては、先ほど紹介した8点のおやつに加え、今回特別にこちらのコーヒーもおまけでつけてもらいました。ちなみに動画内でも登場していたこのコーヒーですが、普段コーヒーを飲まない私でも飲みやすく、お菓子との相性も抜群でした。そんな2460円相当の美味しいおやつが詰まったセットが、初回1480円でお試しできるのが今回のお得なセットの内容です。喜びの 39% オフ。スナックミーさんからのクリスマスプレゼント価格ということで、12月26日までの期間限定、数量限定となります。気になる方がいたら概要欄に貼ってある URL からスナックミーさんとコラボしている可愛いページがあるので、ぜひ遊びに来てみてください。ちなみにこちらのサービスは定額制となっていて、次回以降は通常価格でのお届けとなります。2週間に1回、または4週間に1回の配達ペースを選べたり、使わない時はスキップできたりするので、気軽に自分のペースで利用できると思います。もちろん入会金や大会費などはかかりませんので、ご安心くださいということです。ご清聴ありがとうございました。純粋に美味しいおやつとして楽しむもよし、仕事や家事、育児など毎日頑張る自分へのご褒美にするもよし、ストレス発散の息抜きにするもよし、よしよしのよしです。小腹が空いた時に気軽に食べられる食べきりサイズなのもありがたいし、体に優しい無添加おやつなので、子供や妊婦さんも安心して食べられます。きっといろんな方に刺さるサービスだと思います。ちなみに息子に刺さったのはこのボックスで、今回はスゴロクのパッケージだったんですが、白熱するがあまり負けて大泣きしてました。まさかこの箱作った人もこれで涙流す人がいるとは思わんかっただろうな。ボックスも毎月デザインが変わるので、それもまた楽しみですね。原材料とかも使ってる素材とかもさ、うん、安心のやつだから。安心のやつ子供も安心して食べられるし、一個一個の質がすごいいいから満足感がある。すごい日常で味わえるさりげない幸せ、この感覚は今朝トマトを収穫した時に感じたあのささやかな喜びに似ています。こんな風にたまにはちょっと贅沢な時間を作って気持ちにメリハリをつけるのも、自分の機嫌を取る上で意外と大事なことなのかもしれないですね。年末に差し掛かり、皆さん忙しい時期だと思いますが、お互い無理せずぼちぼちやっていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。美味しいよ。